リナ To the Nature。 皆さんこんばんは、自然派ラジオパーソナリティの前春里です。To the Nature、 今夜も始まりました。この番組は自然や環境をテーマに放送しております。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今夜も素敵なお客様をスタジオにお招きしております。なんかね、先日も、いらっしゃっていただきて、ちょっと話足りないななんてことでもう一回ねお招きしました。朝活シェアカフェ代表で整骨院院長、そして最近はラジオパーソナリティも務めていらっしゃいます福島健さんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、福島健です、よろしくお願いいたします。なんかもう出しゃばりおっさんですね、僕完全なるね。もう本当にね、プロですからね、はい、ラジオパーソナリティさんね。前春里さんのファンの方ごめんなさいね、本当に本当にもう、いやみんな仲間ですから大丈夫です、はい、僕もいろんな番組をねこう出させていただくんですけど、うん、この舞さんの番組が、うん、本当になんかね、うん、いい意味で緩くていいんですよ。そうなんですよね、うん、でもうスタッフさんもすごい優しいから、うん、優しさゆえになんかプレッシャー感じて、うん、今なんか変な汗が出てて、秋だというのにもそうですね、10月になりましたけども、ちょっとドキドキしながらやってますけど、はい、ちょっと今日噛んじゃったらごめんなさいね。いや私もよく噛んでますから大丈夫です。もうなんかね本当になんか秋もこんな感じでこう深まっていくのかなと思いますけど、うん、秋を感じる今日この頃感じますよね。いやだってもうあと考えてくださいよ、もうあと数ヶ月で2018年が終わるんですよ、うん、あ悲しい、ね、2018年、平成最後の夏どうでした？もう普通の夏でしたけどどうでした？普通でした。いやなんか暑かったなと思っ て。いやそれはもう本当尋常じゃない暑さで、これ皆さんもね今年こんなの初めてっていう暑さだったと思うんです。そう、私もね初めて汗が目に入りました。汗が目に入るとどうなるか、もういたたたたたたってなります。また涙も出ちゃいますね2倍涙出ちゃうね、すごい痛い。ちょっとクールダウンできるかもしれないですけどね。あ、うん、鉢巻きじゃないけどね、バンナ巻いたりとかしてました。なるほどね。いやなんか昔と比べて、うん、暑い日ってなんかこうどんどんこう広がってきてるっていうか。そうですね、うん、僕暑いとよくドトールとかに行ってたんですけど今日もねドトール入ったんですよ。どうして？コーヒー飲むんですか？コーヒー飲んで、僕必ずスタジオ前で自分の原稿読み直したりとか、なんかまとめたりとか。あ、勉強か。噛むからね噛むから、で、まあ、その話は置いといてですよ、うん、で昔って僕が若い時ってドトールって、うん、今ねいくらか知ってます？ドトール分かんない、行ったことない。 S、 220円だったんですよ、うんうん、昔僕が高校生の頃とかって、うん、180円だったんで、うん、そういえば僕が高校生のあの頃180円で入ってたドトールって、まあ年間通して多分ね、こう、まあ、11月とか10月になってくると、うん、アイスコーヒーからホットに変わる時期なんですよ、僕の中でね、ちょうど今時期こう自動販売機みたいに変わるんですか？そうそう、変わるんですけどやっぱりねこうちょっとまあこう季節が秋になってるのにかかわらず、うんうん、暑いから今日アイスコーヒー飲んできましたもんね、もうこの時期で普通ならホットに変わる時期だと迷う時期とかなんですけど、こう迷わなかったんで、迷わなかったですか？なかなかなんか本当になんだろうな、昔のその180円で入ってたドトールの頃からすると、うんうん、ちょっと地球温暖化って感じがねしますね。どうです、聞いてるリスナーの方はね、気候はあると思いますよ。絶対そうですよね、うん、で僕知り合いで、うん、その飲料メーカー、まあ本当にビールとか売ってる大きなメーカーさんに勤めてる方に、今年って暑かったから、もうめちゃくちゃビールとか飲料水売れたんじゃないんですかって言ったら、どう言ったと思います？なんでしょう、意外なんですかね。そう、意外なんですよ。意外に暑すぎると、ビアガーデンとか外で飲む人たちって多くないんだって。暑すぎちゃって、暑すぎちゃって、だそこそこの暑さがいいのにもう飛び抜けて暑かったじゃん、今年は。 だるくなっちゃうのかな。そう、だからなんか暑い時はね、うん、ビールが売れて、うん、経済も活性される、うん、そのエアコンも売れて活性、まあ、エアコン売れたと思うんですけど、うん、意外にそんなに循環してなくて、うん、でなんか意外ですねって話をしてて、なんかさミストシャワーとかこう浴びてさ、なんかあれじゃない、ちょっと涼しくした方がいいんじゃない、そのビアガーデンが。あ、なるほど、ね、ビアガーデン。それかね、私今年、うん、ダラダラしちゃうからロックをかけてたんですよ。ロックかけるとなんか灼熱にの暑さにロックが合うんですよ。でビアガーデンさらに暑いじゃないですか。うん、でそれがなんかこう体が動くっていうのかな、だるくならない。だからひょっとしたらビアガーデンでロックをかけたら、なるほど、お客さんが戻ってくる。なるほど、その発想ってこう暑い国で辛いものを食べると代謝が良くなって涼しくなると、うん、インド人的発想、インド化計画的な
ずカレーと。なるほどね。これトゥーザネイチャーですよね。そうそう、ネイチャーってますよね。友達にこれあのだね、いいっすね、今の提案って、その、うん、なんだ、地球にも優しいじゃないですか、その、クーラーかけるとかじゃないから。ね、こう、体の代謝、本来持ってネイチャーな体の代謝を生かしてる。代謝って言えばね、私もね、汗かくでしょ、そうするとか、うん、なんか体の表面が、なんか、冷えちゃって逆に、熱いんだけど、うん、湯船に入ると、なんか、あーって ほっこりするっていうか、体が冷えてるなっていうのが分かるんですよ。なんかすごい矛盾してる体の感じが、すごく、はい、そういうのあるんですか。 あると思います。気持ちもずれてるんじゃないですか。気持ちも揺れてるんじゃないですか。どっちだよって。まあだけど本当になんかちょっとなんだろうな、ほら、例えば寒いところって、まあ、北海道とかっていうところって本来僕らの冷蔵庫って冷やすためじゃないですか、うん、寒冷地の冷蔵庫って、うん、冷やしすぎないためには冷蔵庫になるじゃないですか。あ、そうなのか。そうですよ。そうかそうか。はい。そういう風な感じで、多分、暑い暑い汗かく。で、うん、その、実際お風呂入ってるギャップっていうのがついていかないっていうのもあるし、うん、逆にちょっとその、ギャップが激しすぎると、まあ、循環器とか心臓とかもね、うん、あんまり良くないって聞くから、ちょっとその、あんまりにも違和感感じたら、少し気をつけた方がいいんじゃないですかね、温度差。温度下げるとか。うん、そう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 。体がね、冷えてるんだよね。なんか汗かいて。うん、熱を奪っていくのかな。まあまあそもそも汗ってそのためだから、うんうん、まあまあいいと思うんですけど、ただあんまりその出た汗によってこう外気によって冷やされてしまうっていうのはやっぱ体ついていけない部分っていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、ね、リスナーの皆さんもどうでしょうね。そうですよね。ただね、僕思ったんですけど、今年暑かったんですけど、うん、今ちょうど秋口じゃないですか、うん、一個だけいいことなんかあったんですよ、ね、なんかわかりません？電車乗ってくと6時から6時半の間電車乗ってくと、そうなんですよ、ね、窓の外見てください皆さん。今年は比較的にね、うん、夕日が綺麗な日が多くなかったですか。あ、そうそうそう、写真撮りました。だよね、夕日綺麗だったなって。綺麗ですよね、夕日。どんなところで見ました、うん、私は福岡で見ました、ね、見ましたか。今まででじゃあ逆に聞きますけど、うん、綺麗だなと思った夕日ってどんなとこでした、ちょっと聞きたいな。 あるんだけど、あの海で夕日が落ちると、うん、誰と、いやみんなですね、ツアーですから、ね、で、あの夕日が海に沈む最後に、うん、グリーンフラッシュって言って、なんですかグリーンフラッシュって。緑の光がバッて出るんですよ。知らない、太陽から。知らない。どう、一瞬一瞬、もうほんとわずか一瞬。それで、でも夕日を じーっと見てると目が慣れちゃうから、うん、ちょっと目を他にそらして、うん、それで沈む瞬間にパッと見ると、うん、ピカッてね、緑に光るの。それを見るとラッキーになるよ、幸せになるっていう。なんかグリーンって色がラッキーな感じ、うんうんうん、そうだから、まあ、海に行った時、そして、うん、海面すれすれのところに雲がない場合。ああそう、あとでね、うん、この後僕からリスナーさんにね、うん、じゃあ夕日が綺麗に見える条件はってとこで、うん、使う2つの小物で今1個消えましたからね。これがね、これがもうトゥーザネイチャー、ネイチャーの自然なトークなんでいいと思いますね。今日僕トゥーザネイチャー多分20回ぐらい言ってる。すごい言ってる。すごい大好きなんですよ、なんか。すごい口当たりがいいんですよね。すごい好き。ありがとうございます。うん、でね、なんかね、それでその夕日の話。夕日ね、だから、で、うん、僕あの、僕も一度夕日、思い出深い夕日のこと言っていいですかね。うんうん、あの僕あの旅行がすごい好きで、うん、でアンコールワットに行ったことがあって、すごい。アンコールワットで、まあ、ある山にある遺跡の上から夕日見ると綺麗ですよっていう、うん、まあすごい有名なスポットがあってね。世界遺産ですね。世界遺産の中でね。で、そのまあある山に行って夕日見に行ったんですよ。うん、で夕日見に。で、うん、だからさ、有名だからね、ガイドブックにも載ってるから、うん、まあ、我々日本人、うん、世界各国の欧米人、現地の人、みんな集まってくるんですよ。で、みんなその山に持っていくから、ワイワイガヤガヤするんですね。ワイワイガヤガヤガヤするんですよ。だけど、夕日が落ち始めた瞬間、みんなね、シーンってなるんですよ。同じ方向をね、みんな見て黙ってるんですよ。うん、なんかね、あのライオンキングとかで夕日に向かって動物たちがこうずっと見てるみたいなシーンあるじゃないですか、うんうんうん、あれと被っちゃって、人間もやっぱ動物なんだなと、やっぱ太陽の前ではもうひれ伏してしまうんだなと。そうですね、神々しいですもんね。そう、だから太陽神とか言うじゃないですか、うん、あの時本当にもう本当にあのなんかざっくばらんな人種の中、もう一点だけ夕日、あの見てたから、うん、この太陽の美しさって、うん、
ぱり息を飲む美しさっていうのは人の心も奪っちゃうのかなってね、うん、そうですね、心が現れていく、僕は思いましたね、うん、でね、まあ、夕日最近綺麗じゃないですか。で福島たける今日ね何が一番言いたいかっていうと、うんうん、じゃあ夕日見るなんかその綺麗に見えるポイントは何かないのかって言ったら、うん、さっきおっしゃった通り適度な雲があること、なぜかっていうと、うんうん、光が反射するから。あ、なるほど。そしてね、僕前回話しました、うんうん、ね、雷の話、雷雨の話しましたよね、うんうん、雨が降っていたのが前日または午前中であること、うん、それなぜかって言ったら雨が降ることによって、うんうん、塵とか、まあ、その空気中の埃が落ちます。でプラス水蒸気が残ることによって光が乱反射しますよ。それによって綺麗に見えますよってことなんで、あながち秋ですよ。あながち秋はこう乙女心なうんちゃらって言うじゃないですか、うんうん、でそこで雨降っちゃっても、うん、ね、あの綺麗な夕日が見れたらね、うん、一日の終わりってこうそれこそライオンキングじゃないけど、いいんじゃないかなって ね、なんか僕は思うんですけどね。太陽が沈んだ後も雲が綺麗なんだよね、うん、で しかもグリーンフラッシュがあったらねグリーンフラッシュの後に割と雲がねピンクになったりオレンジになったり赤になったりね、うん、色が刻々と変わってくる感じがいいかもしれないですね、うん、今聞いてるリスナーの方ね、舞さん今肘ついてこうちょっと可愛くなんかお菓子の宣伝かよっていうくらいの可愛い話し方でね思い出してる思い出してるいいですね、うん、はい、そうですね。ここであの福島さん宣伝があるんですね。あ、 CM いいですか、うん、ありがとうございます。私福島たけるはですね、うん、はい、SNS やっております。福島はですね、うん、幸福の福に、島は山に鳥です。たけるは尊敬の尊でございます。ツイッターインスタグラムフェイスブックね、これ聞いてるあなた様もうあのノーコメントでね申請ください、うん、もう全部フォローしますね、福島たける友達いないんでぜひあなたとつながりたいです、はい、よろしくお願いいたします。はい、友達が増えますように。ではここで曲いってみましょうか。ムロックオクロックさんでいつものあなたにです。そしてねムロックオクロックさんからメッセージが届いてますのでそちらもお楽しみください。どうもこんばんは、今会えるロックスタームロックオクロックです。来る11月5日月曜日、我々ムロックオクロック東京渋谷クラブクワトロにてライブ公演決定しております。ムロックオクロックのバンドメンバー紹介とともにメンバーが抱く渋谷クワトロのイメージを聞いていきたいと思います。オンギターマサの思う渋谷クワトロとは広い、キャパは何人、800人まさかの、オンドラムスカルビーの思う渋谷クワトロとは、ホール内禁煙でも喫煙者の方も喫煙所完備、優しい、オンベースボブの思う渋谷クワトロとは、バーカウンターが広いから男女の恋が芽生えちゃうかも、ロマンティックいただき、じゃあ最後に DJ オール渋谷クワトロで一発ギャグお願いします。中トロ大トロクワトロうまいジャパニーズ寿司、皆様11月5日渋谷クラブクワトロでお待ちしております。ご予約はムロックオクロックホームページ、ムロックオクロック .com ライブインフォメーションにて待ってるぜ。君に会いたいでも忍耐、ところで What time? ムロックオクロック。福島さんは先ほどからトゥーザネイチャーって何回も言ってくださってるんですけど、ご自身でもトゥーザネイチャーしてる、してますよ、自然の中にね、そうなんですよ。で、ね、もう今度トゥーザネイチャー何回も言うっていうのは、うん、僕は自然に触れ合うと健康にいいってことね、うん、今日伝えたくてもわざわざですね、いいですね、ドトールに入って帰ってきたんですけどすごい、そうなんですよ、うん、どんなことがあるんですか。だから自然にこう、まあ、触れ合うと、うん、まず自然を例えば綺麗な景色とか見ると、うん、さっきも夕日の話しましたけど、うんうん、まあ、あのいわゆる自然ですよね、森とか海とか見ると、うん、どんな風になります。やっぱりなんかホルモンが出てくるんじゃないですか、体にいいホルモンですよね。だから、例えば、夕日の話しましたけども、まあ、僕が見たところアンコールワットって緑がいっぱいあったんですよね。緑って目に優しいじゃないですか、うん、で、まあ、海だったら青、まあ、緑の海もありますよね、うん、あれっていうのも結構なんだかんだって目に優しくて、一番のポイントは気持ちを落ち着かせてくれるんですよ。緑とか青そうでしょ、うんうんうん、決してこう赤とかはこうなんない、燃えるような感じだけど ね、 そうね、赤はね、森とか海落ち着くんですね、うん、
今度その森とか海のその音を思い出してください、うん、波とか、うん、虫の音とか鳥の声、うん、これっていうのは実は脳のアルファ波を出してくれるんですよね。うん、でこれも、まあ、心と体を調和させてくれる効果があるじゃないですか、うんうん、でしょ、うん、であとさっき夕日の話をしたのは日光を浴びるじゃないですか、うん、直接こう太陽の光浴びるとどんなになっちゃいます、うん、どうなんでしょう、はい、まあ気持ちいいのは確かなんですけど、まあ、具体的に言うとまあセロトニンっていう神経伝達物質が出てくるので、うんうん、それが出ることによって精神的なイライラがなくなるんですよね、うんうん、でその色いい色見たりとか聞いたりとか精神的なその、まあ、イライラなくなるとどうなるかというと、うん、僕的には、うん、暴飲暴食とかってなくなりません？もう食べ過ぎちゃうとかイライラするとかねなくなりますよね。なるほど。暴飲暴食がないってことはお酒もセーブできるし、うんうん、肝臓も良くなるし、うんうん、しかもダイエット効果もあるし、うん、成人病の予防の効果もあるんですよ、ね、そこまで。いや なりますだって、自然の中にいると、だいたいお酒ばっかり飲んでくると、うん、まあ僕の周りもちょっといますけど、うん、ちょっとその食生活が偏ってしまって、うん、お酒に合うものってだいたいねコレステロール高いんですよ普通は、うんうん、そっか、そういうの防いでくれたりとかする、うんうん、まあしますよね、うんうん、じゃあそんなに自然いいの分かったと、うん、じゃあどうやったら触れ合えば、触れ合うことができるんだっていう話なんですよ、うん、どうして今日はですね、うん、そのね東京都でも自然に触れ合える、ね、都心であるかな、都心で、まああのどういうところでしょう、川崎中心ですよ、川崎中心のと川崎中心でちゃんと入ってます川崎のエリアもね、はい、でまあどういうとこがあるかっていうところをね、うん、ちょっとこれからベスト3としてね、うん、時間が余ったら5ぐらいまでいきますけど時間大丈夫だと思います、いやあのやっていこうかなと思いますけどもね、うん、はい、まず福島が行く、うん、これはいいなと思うところベスト3ですよ、うん、はい、まあ全部、はい、全部1位なんで、まあ一つずつ、え、3位からいきますか、3位、まあ、全部1位、僕の中で全部1位から言ってもいいのか、全部1位なんですけど、まずね1個目はですね、うん、夢の島って知ってますか、あ新木場、はい、うんうん、新木場は今、まあ、あのすぐ東京行くからほんと30分ぐらいで行けるんですけども、うん、ここ何がいいかっていうと熱帯植物園があるんですよ、あーそっかー、熱帯植物園の中にまたオーガニックの素材を生かしたレストランがあるの、いいですね、いいでしょ、で熱帯植物園って南国に行ったみたい、そうこのちょっとブースと一緒で、うん、なんか花っぽいこう香りがするし、うんうん、もう一年中自然とフリーアル、本当これトゥーザネイチャー、うんね、でできるし、そこでご飯食べるのもよし、うん、そのね熱帯植物園の近くになんとマリーナがあるんですよ、ヨットハーバーがあるんですよ、ね、本当お金持ちだらけみたいな感じですけどまあだけどヨットハーバーは別にヨット持ってなくても、ね、2階にレストランがあるんですが、そこ入れるんですよ、うん、だってね植物園で緑と触れ合って、うん、ヨットハーバーで海からの自然も感じることができて、かつ美味しいものも食べられるって、緑とさっき言った緑と青と、そう両方で二色丼、そう二色丼ですよ、和洋折衷ですよ、もう本当にもう2つ楽しめるんですよ、はい、で食事もね、はい、楽しめたら、そうあと足りないものはね大切な人と言ってくれみたいなそれしかない、そこが一番ポイントだったりするから、そうオチだった今、オチでしたねリスナーさん大笑いしてるかもしれない、あそこか、そこなんですよ、だからそこはですね福島たけるもちょっと全然落ちで落ちてあのパートナーいないので厳しいかもしれないですね、この番組で募集しましょうか、あマジですかと嬉しいですね、まあツイッター炎上しそうで怖いですね、すいませんなんかね、はい、ですのでね夢の島、この熱帯植物園とマリーナはね行ってみたらいいんじゃないかな、はい、秋のねいい雰囲気の中で思いますね、うん、2つ目はですね、はい、これ山に固執します、山、うん、はい、それはですね、うん、高尾山ビアマウント、あねえ、行ったことあります？いや雑誌で見ただけ、あマジですか、うん、今聞いてる方ですね、うん、ちょうどまだ10月ぐらいまだギリギリやってんのかなビアマウント、はい、うん、でこれ何がすごいかって言ったら、うん、高尾山の入り口からね絶対ロープウェイ使っちゃダメですよ、うん、あのケーブルカーとか、うん、足で歩いてください、足でまず歩いて汗を流して、そう汗を流してね、でだって自然に触れなきゃいけないんだもん、うん、そうですよね、で高尾山登るときって横に川があったりするんですよ、うん、いいですね、川のそうせせらぎを聞いて緑を見て、うん、大木を間近で触って、うん、ゆっくりちょっと行ってほしいんですね、うん、で行くことによって何があるかって言ったら、うん、ビアマウントっていう、これねミシュランにも載ってるって言ってるぐらい結構な人気店で、
で大体2時間半か3時間だったと思うんですけど、うん、食べ放題飲み放題のその施設があるんですね、うん、でいっぱいビールの種類もあるし料理もいっぱいたくさんあるから、うん、そこでまあ本当にまあトゥーザネイチャーしたかったらまあ菜食的なものを頼んで、うん、飲んでポイント、自然がこうパノラマ見えるんですよ、山からの大パノラマでしょうね。それがね夕暮れ近い時行ってくださいよ。素敵です ね夕日が沈むのと、うん、プラス夜景のキラキラした、うん、宝石箱をひっくり返したようなパノラマが広がるんですよ。いいです、ね、これも大事な人と言ってください。そこいつも必ずオチが、はい、そこがですね、はい、ねえ。ですけど、まあ、みんなで行っても楽しいですけどね。そうですね。だから僕が言いたいのは、うん、自然をこう確認しながら、このパノラマをこう楽しんでね、うん、飲んでいただけるといいんじゃないかなってね、福島だけは思うんですよ。はい。そして最後になりました。もう2020年近いでございます。これはね、東京クルーズって言って、竹芝桟橋から、あ、うんうん、まあ、ちょっと会社名2つあるんですけど、うんうん、そこから船が出てるんですよ。うんうん、で、僕はランチをおすすめするんですが、だいたい5000円ぐらいでフルコースが食べれる、まあこれ、東京湾クルージングランチっての出てきますんで、会社3つあるのかな、今。レインボーブリッジの下をこうぐる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 回っていくんですよ。いいですね、もちろんね、東京都の、うん、そのオリンピックの、まあ、開催地のところをぐるぐる回るのもよしなんですけど、うんうん、これね、なんでコースの、とこで、まあ、行ってくれっていうかっていうと、一、うん、回一回料理お持ちしますよね、うん。そうするとね、そのウェイターの方が、うん、今ここでヨットの競技場を作られてますよとか、こっからここは港区ですよとかね。ガイドさんみたいな。ガイドさんのそうおっしゃる通り、うんちくが入るんですよ。で、それをね、その波のそのせせらぎを聞きながら、海鳥が結構バンバン来るので、遠くに浅瀬になってたりとか、上には飛行機飛んでたりとかするので、まあ本当首都圏に住む者にとって一番身近に、そしていち早くね、東京オリンピックとその自然と競技の調和っていうことを言ってるから、それを感じられる場所かなと思って、これはね、最後にね、残してほしかった。東京湾満喫ですね。そう。まあ本当5000円ぐらいなんでね、それはまあ昼なんですけどお得なんで、うん、食べ放題の方行っちゃダメですよ。食べ放題の方行くとツアー客ばっかりでもう飯の取り合いとかになってるんで、それは絶対ダメ。そういう人もいい、子供が多いしダメ。そっちがいいっていう人もいるかもしれないけど、僕はそのやっぱりガイドさんとはまあウエーターさんの話を聞いて、今変わりつく東京湾、そして上空には綺麗なまあ空と、そしてまああのね海鳥をこう確認しながら、やっぱりねクルーズして食べてほしいなと思う。それでオチがあるんですよ。そう、オチはこれもパートナーと一緒に食べる。いいのかなと思う。パートナーと言ってくださいってことで、ちなみに11月だとね、クルージングだとあのワインボジョレヌーボーが飲めます。おー、はい、いい情報でした。それでは曲いってみましょう。サトシ始まりの日。はい、私福島たけるはですね、朝活シェアカフェっていうですね、朝の勉強会を主催しております。毎月土曜日、まあ大体第1週か第2週、まあ変則的にまあ3週とかもあるんですが、この朝活に来る講師の方、一流売れっ子の著者さんとか作家さんですので、で、新宿3丁目9時から、なんと参加費1836円っていうね、かなりね、お得な感じになってますから、これ聞いた方ですね、うん、朝活シェアカフェ興味あったら、うん、朝活シェアカフェって、まあ、Google で検索してください。うん、必ずトップに出ます。うん、まあ、そっからね、参加ボタンを押してくれれば、トゥーザネイチャーって一言入れてくれたら、かなり僕がフォローして参加していただきますんでね、福島さんに会えますよ。はい、もう生の福島ですよ。はい、ちょっと臭いですけど、はい。今日もね、楽しいお話ありがとうございました。でもご賞の時間になりました。 いきますよ、はい、来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。この後はあっぱれ晴れだよ晴れラジです。この後も川崎 FM でお楽しみください。